ないでやめろってそれ言うの。おもんないっていうことによってお客さんの笑いのハードルを下げるんです。やらしいな、やらしいよそれは。今年の漢字を一時決めるっていうので、はいはい、あ毎年やってるやつね。金になったみたいですね。今年はね金になります。やっぱリオ五輪でしょ。ねえ、金メダル7個取って、しかも合計メダルで41個っていうね、最多ですよ。そのメダルの数が果たして関係あるんですか？あれ、坂井正人。メダルの数が何個、そんなこと関係ありますか？え？皆さんは、心の中に光る、心のメダルがなぜ見えない？君はなぜ心のメダルを見ない？そしてなぜスカパーを見ない？もう坂井正人だよね。スカパーは関係ないですから。何、心のメダルって何？心のメダルが見えたでしょうか。負けた者の涙の中に光る心のメダル。感動したみたいなこと。そうよ。いい、メダルっていうか、まあ、感動はしたけども。光ってたよ、心のメダルがみんなの胸に。あ、そうなんだ。今年は、2万飛んで4個出てたよ。めっちゃ出てんな。出てた。そんな出た？出てたよ。すげえな。すごいよ、もうメダル払い出し口から。メダル払い出し口？めっちゃ出てる。めっちゃ出てんじゃん。やっぱ2万個出ますからね。どこやん？メダル払い出し口どこにあんの？どっから出てくんの、メダルは。心の中に。なんでそれずるくねえなんか。ちなみに4年前のオリンピックの時は、メダルの、心のメダルね、心のメダルの総数が8万飛んで4個だったから、これ6万個前回より少ない。ああ、なるほどね。もうこれに関してはね、もう、重く受け止めていこう、これは。いや、もう、結局数じゃねえかよ。結局数じゃねえかよ。結局数競ってんの一緒だよ、で、なんか、金だからってね、金。ランクね。ああ。だから、それランクもある。メダルが何個。色が関係ありますか？あ、心のメダルはランクないんだ。心のメダルは全部同じ色。全部輝いてる。あ、まあまあ、メダル輝いてるけどね。ちなみに、中にあんこが入ってます。あんこ入ってんの？え？モナカみたいな感じなの？そして、コシアン、粒あん、ウグイスあんでランク分けされてます。ランクあんじゃねえかよ。うん、おもくしランクあんじゃん。コシアンが一番すごいからね。それお前の好みだろ。目指せコシアンみたいな感じになってる。いや、金メダル目指してるから別に。みんなコシアン目指してねえから、もう。どんだけ空腹なんだ。一番甘いあんこってみんな言ってから。コシアンって言えよ。一番甘いあんこの方が文字数多いじゃねえかよ。コシアンでいいじゃねえか、そしたら。すごい。俺、で、日本に帰ってきて凱旋パレードっていうのやってたんですけど。あと銀座でやってたやつね。並んで目の前で見たから。あ、すごいね。見に行ったんだ。だけど、選手の顔はもう見えなかったよ。なんで泣いちゃって？心のメダルが眩しすぎてよ。なんで気持ち悪いな、おい。もう気持ち悪いよ。心のメダル眩しかったよ。もうその時もついてんだ、心のメダルは。もう出てたよ。出てんの？もう。出てんの？払い出し口から。体から出てんじゃん。出てた。え、体から出んの？出てた。ジョジョのスタンドみたいな出方すんの、それ。出てた。気持ち悪いな、おい。すごかったよ。すげえな。もう、で、だからもう車がもうなんかもうメダルだらけで、なんかすんげえスロットの台で出てるメダルのドル箱みたいになってたから。なんだよ、その例え。すげえ状態になってんじゃん。もう並んでついてたもん、俺。どう、いくらなんだろうなぁ。換金しねえよ、お前。最低だな、なんか。発想が。換金とかしねえから、そんなもん。心のメダルついてるよ。やめてくれよ。もう心のメダル出てんじゃん、お前。え？出てる。皆さん、うちの相方、心のメダル出てますよ。出てんの？あ、これ、しかもこれ、コシアンだ。一番甘いやつだ。コシアンだよ、お前、これ。え、いいやつ出ちゃったよ。いけるいける、お前。これ、4年後のオリンピックいけるよ、オリンピックいけるの？いけるいける。何の競技出んだよ。漫才。ねえよ。もういいわ。どうも、ありがとうございました。ライフどうでもいいやら、ライフタッチでもいいよ、体温感じたいよ、どうしよう、もたくだけで来るのさ。